ファミツアップ新作ゲームランキング。はい、この企画ではファミツアップが独自のデータをもとに対象期間1週間にリリースされた新作ゲームアプリのランキングを作成し、それをご紹介してまいりますと。いや、もう年末でたくさん新作が出てますね、うん、相変わらず出てるね。年末年始さ、まあ忙しいけど、仮にね、2週間ぐらい休みをもらえたとしたら、矢野さんは何をやる？そうね、言うて俺らね、新作出てるけど、触る時間がまだ、ね、まあ全部はね、もちろん無理だから、うん、決めてるんですよ、年末年始。まあ決めてる。そう、うん、あのね、ペルソナ5まだやってないかっつって積んでた。そう、でもこれ2週間あったらそれをやると。そう、サムは決めてねえんだよ。俺決めてないのなんで聞いたんだよはい、それでは今週のランキングを見ていきましょう。第5位、ワクワクファンタジー、はい、最近ワクワクしてますかちょっとしてないかもしれない。ファンタジーしてますかそう、そんなあなたにおすすめなのはこちらのワクワクファンタジー。はいはいはい。これほっと一息つける癒しの空間をお届けしますよっていう、まあほのぼの系の MMORPG。 そうね、可愛らしい結構タッチというかね。そう、うん、で俺らもさ、結構今まで MMORPG 紹介してきた。はい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 。俺ね、群を抜いてこれ可愛さぶっちぎりで満点だと思う。矢野さん的に結構お気に入りと。そう、俺この二頭身のさ、なんかデフォルメキャラみたいなのさ、うんうん、めちゃくちゃ好きなんだよ、ね、なるほどね。でね、まあもちろん MMO っぽくね、はい、PVP、GVG もあるし、はいはい、で、PVE でね、ボス戦とかも、ああ、そういうのもね、しっかりありますと。あって、うん、まあ基本的にはこうやってオートでどんどん進めながら、うんうんうん、まあクエストクリアして、はいはい、ボス倒してどのレベルを上げていって強くなっていくっていうのが、まあそこがね。第4位、反逆性ミリオンアーサー。頼むぜ。はい、ミリオンアーサーシリーズですか。そういうことです。なるほど。のオンライン RPG となっておりますと、はい、これね、戦ってる画面ですけど、まあ、右側にね、騎士のカードタッチをね、今セットしてて、まあ、その力を使って戦っていく。あれだよね、これオートでやってるんだよね。今はオートだけど、もちろんね、タップして技を出すこともできますと。はいはいはい。ただね、魅力はね、これなんです。はい、これおー、これね。うん、妖精ちゃんと、いやこれコラボして必殺技を打つと。かっこいいわ、これあのキャラがこれだから、あのもちろん主人公ね、今ねこの女の子使ってるけど、実は6種類から選べて、はいはい、いろんなね、アーサーたちを自分の好きなやつ使いますと。なるほどね、うん、この辺も、まあ、射程とかね、いろいろだから剣っていうか近接型とかもいるから、その辺も自分好みやってくださいと。そしてもう一つ、お今さっき見た妖精ちゃんたち、クーピーちゃん、はい、触れます。あ最高です。第3位、テク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 。おー、うん、位置情報系。あ、そうです、そうです、はいはい、ね、位置情報ゲームなんだけど、一生歩ける RPG がね、コンセプトとなったゲームとなっております。そんなに歩く系なんだ、うん、あの今ね、見てもらったあのエリアをどんどん塗っていく感じなの。あ、はいはいはい。で、あの日本のなんか出てきて全地域をどんどん塗ってくると。ああ、なるほど。それが全体のゴールだ。そうそうそう、目標としてはね。で、一応塗っていくとモンスターとか資源とかがいろいろ出てくるんだけど、はい、まあ、あ、こんな感じで。そうそうそう、モンスターとの戦闘も一応、まあ、醍醐味の一つと。おう、まあね、こんな感じの雑魚もいれば、ちょっと強めのねキャラクターもいるわけですよ。はい、これ、はい、あれでしょ、はい、タップとかで、あ、そう、スラッシュでね、こう戦うんだけど、このゴラリーマン、なかなか今ね強くてですね、苦戦してるんだけど、まあこうスラッシュでもちろん戦えるし、あとね、アイテムとかの要素があって、アイテムちゃんと使えば、そうそうそう、これ魔法みたいな感じかな。だから今弱点属性、あとガードね、これが超大事くさくない？そう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 で、RPG だから、だから育成してこの強かった敵にも勝てるようになるみたいなところがやっぱ楽しいよね。そうね、だからいろいろ歩いて資源を集めて自分が強くなって、どんどんモンスターを倒していくっていうようなゲームになっております。第2位、恐怖体験アプリ、呪いの廃墟&迷いの森。はいはい、名前から分かる通りの、まあ、ホラーゲームなんですけど、ちょっと変わっておりまして、うん、今ね、画面上に出てるスマホの説明があるでしょ。はい、ありますね。要はね、このガイドに従ってプレイするんだけど、はい、現実世界とリンクして何恐怖体験をする体験型のホラーゲーム、うんうん、なるほど。はい、こんな感じでね、ガイドがちゃんと、あ、なるほどね、なるほど。まずはゆっくり深呼吸してください。はい、まあ、なるほどね。じゃあ一応これをね、モニターがあるんで、モニターがあるんでね、
心の中で。お、あ、あれなんか。それ一回切っていいよ。俺の電話だ。ちょっと矢野さんのだから。助けて。拒否。ちょっと助けてって言われたけども、僕は忙しいんで拒否します。え、誰に？こっちは聞こえないよ、現実世界は。マジか。っていう感じのね、まあ、スマートフォンのシステムとリンクしながら元の世界に戻してください。元の世界に戻してください。元の世界に戻してください。あ、また電話来ちゃった、ほら。はい、エンドと。だからね、簡単に、簡単にまあ遊べる、はい、ホラーゲーム。これね、一人ではやりたくないね。そう、なんかまあ音で言うと結構こうね、ヘッドホンしてるとこう、いろんな位置から聞こえてくるから、気持ち悪さある。うん、気持ち悪さはある。なのでちょっとね、一風変わったホラーゲームとなっておりますので、ちょっと気になる方はやってみてください。今週の第1位はアストメモリア。うん。あの、このクマ、しゃくりなクマが主人公いいのかな？違います。違いますよね。これね、はい、この子。あ、なるほどね。よかったよかった、出てきた。よかった。ビッツくんが主人公の、はいはい、まあ、ファンタジー RPG だね。ほうほうほう。で、これ、これストーリー画面。うんうんうん。こんな感じでストーリーも、しっかり展開してる。しっかりあります。うん。はい、ここがバトル画面なんだけど、はい、まあ、基本はね、ターン制バトル。うんうんうん。で、プレイヤーがのコマンドを選びながら戦っていくんだけど、面白い要素がね、デュナミスっていう特殊能力みたいなのあって、はい、シュビーン、お、あ、出たね、なんか今背後に女の子の背後にね、これペッて出し入れ可能ね。そう、何回でも、なるほど、うん、これなんかね、なんか召喚できんだよ。うん、デュナミス召喚、ね、そう、するとね、まずこの子の今ステータスが上がってる。あ、はいはい、単純にね。そして、本当はね、毎ターン1個しかスキル選べないんだけど、うん、3つ選べちゃう。もう全部選べちゃうじゃん。そう、いくよ、うん、パッてやると、うん、通常攻撃、通常攻撃からのスキルで、あー、いいね、みたいなね。はあ、なるほどね。一気にこの戦闘を加速させるシステムになってる感じだね。あてな感じのバトルとなっておりまして、はい、キャラクターも、うん、イラストめちゃくちゃ俺いいと思う。はいはいはい。じゃあ行くよ、うん、ちなみに斎藤、あー、いいね、超かっこよくない？これ立ち絵いいね。そう、立ち絵めっちゃいいから、うんうん、バトル画面じゃね、そうね、どうしてもデフォルメになっちゃうけど、はい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 、ほら、わー、ちょっとまがまがしさあっていいな、俺。で、あと俺のオススメキャラな、はい、なるほどね、ゴーレム系みたいな、はいはいはい、はい、で、基本的にはね、さっき紹介したキャラクターたちはですね、これガチャとかで入手していく感じになるんだけど、うんうんうん、ほら、あー、いいね、かわいいっしょ、もういろんな、イラストがそれぞれ特徴的でいいね。そう、うんうんうん。で、今回はそのバトルとかストーリーとか紹介してきたけど、あの、ギルドバトルもめちゃくちゃ面白いらしいんで、じゃあまあ複数人のね、対戦とかが好きな人とかは楽しめると。はい、というわけで今週のランキングはこのようになっております。はい、何か気になるのありましたか、さんまさん。俺ね、テク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 ね、あの、あれ結構パンチ効いてたね。そう、音楽とかも結構いいから、うん、まあ、その辺もね、注目してほしいなと思った。なるほど、うん、矢野さんはどうでしょう。俺ね、1位のアストメモリア、はい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 、ですね。あれもね、多分やり込んでいけばもっとバトルも面白いと思うし、うん、なんか今後出てくるやつもね、ちょっと気になるな、うん、注目していきたいと、うんうん、はい、で、皆さんもね、年末年始で忙しいかと思いますけども、うん、新作はバッチリチェックしていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。じゃあね。